ん、何も覚えてない。いや面接が怖くて受けられなかった。わかります。3級の面接がそうどんな感じなんですか。なんか外国人とかですか。え、どうだった。全然覚えてないんだけど、私ノリノリ、ノリで行けたよ。意外といけるんですかね、うん、笑顔で。なんかその項目がいろいろあるんだけど、そのちゃんと学力もそうなんだけど、はい、なんかそのハキハキ喋れるかとか、なんか笑顔で喋れるかみたいな、なんか多分確かそういう項目もあって、だから面接受かってびっくりしたんだよね。でも学力関係なしにとりあえずもう自信満々に行くだけで結構点数がもらえるって感じですね。うん、わかんない、ちょっとどこまでそうかはわかんないけど、うん、でももう今何もわかんない。え、当時偏差値なんどのくらいだったんですか。気になる。高校は受験勉強しなくて、あのドラフト会議を受けてたので、はい、でも偏差値多分62、3くらいじゃないかな、もうちょっと上かな、なんかめっちゃ頭いいですか、だった気がする。だからあの言われたの、ひのちゃんは本当にもっと真面目にちゃんと勉強に向き合えば70ぐらいのとこいけるだろうねって言われたあの70の女子校に行った友達にね。うん、でもなんか勉強好きだけど家で勉強したくなくて学校で全部済ませちゃう。うーん、頭いい人のやつじゃないですか。なんか休み時間とかにやるタイプですかとか授業、あの授業が遅いじゃない、そのできない子に合わせるから、うんうんうん、そうですね、中学とか特にそうだったんだけど、だからその時にもうその日の課題は終わらせるみたいなタイプ。わかります、わかる、一緒です。やっぱり頭いい人違う全然違う。結局高校とかはもうこっち来ちゃってるから本当何もわかんない。うん、そうそうそう、へ、うん、そう。学校でどういう立場だったんですか、中学校の時とか。中学は合唱部入ってて、はい、ね、なんだろう、学級委員とかもやってたかな、中学、多分。で、そう、でもね、友達関係だといじられキャラだった、めっちゃ。今もそうなんだけど、はい、すごいいじられキャラ。なんか、そう、なんだろう、逆にいじる側だと、気を使っちゃうというか、だから楽だよね、なんか言われるがままに、はい、うん、そう、なるほど。今の2期生とあんま変わってないか、立ち位置的に。え、合唱部あったんですね。私の中学なくて、なかなかないよね、あったら入りたいなみたいなのもあって、なんか合唱がすごい好きで、曲とかも、へ、えー、はい、そうなんだ。そうなんです、なんか歌とかよりはもう本当に合唱が大好きだったので、うーん、もうなくて、うん、結局運動部系になりました。あ、何やってんの。あ、バドミントンです。バドミントンやってそう、急に何も分かんないめっちゃやってそう。でも私もね、その合唱部入ったのは、あのなんだっけ、小学校の時に一個上の先輩で、女の子なんだけど、はい、すごい好きな先輩がいて、はい、行ったら合唱部いてついてった。なんかいいねえ、そう、そうなの、すごいいい先輩でね、面白い人なんです。それが理由、不純な動機。おでも結局なんかそれで仲いい友達と同じ部活入ったから、うん、いいですね。もうなんか4公演終わりの脳みそ、このカフェでお茶してるみたいな。そう、部活合唱やつが。あ、ユウナちゃん何やつだっけ。私はソフトテニスです。あ、テニス、運動部多いね。テニス多いんだよ、なんか。ですね。なんかマナとか、あのサーヤとか、ね、あとサラとかがめっちゃテニスの人だったから、すごいよね。ナイス、ナイス、ナイス。ゆったり、ゆったり。うん、何の運動できますか。私、はい、本当に運動はしようと思ったことがないんだよね、そもそも。じゃあ未知ですね。うん、強いて言うなら人並みにできるの多分卓球かな。あー、ゆうな
ない、うん、あっちの落ちちゃうみたいな、はい、っていう子が多いけど、私の場合はそのひいおじいちゃんちもう今、はい、あのただの空き家なんだけど、はい、に卓球台があって、でお正月とかに親戚で集まって卓球大会をね、そう子供の頃やってて、楽しそう。そう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 、でそれを全然別になんだろう上手くないんだけど、はい、それをやってたからちゃんとその返してなんか人並み程度にはできるようになった、っていうぐらいかな。だから他に運動は分かんないな運動できないな。マラソン大会が得意ですか、それとも体育祭とかの徒競走、徒競走徒競走が得意ですか。いや、マラソンか、持久走の方が嫌いだったけど、成績は別に真ん中より上ぐらいだった、多分。うーん、早い時はちょっと早かった気がするんだけどな。でもずっと別に運動は本当になんか中の下くらい、ずっと中の下か中の中本当とかできるタイプでしょ。いや全然、私も本当に運動部なのに中の中くらいです。本当に本当に、でもなんだろうな、短距離、いや長距離の方が得意かも、ね、私も長距離派、もう体力あるんだ。なかなか短距離ってなるとこうね、なんかなんていうの、足の速さになっちゃうじゃないですか。そうですね、根性とか体力じゃなくて、ね、瞬間風速だもんね、うん、なんか一緒に始まるじゃないですか、隣の子とかがいて、うん、で隣の子の背中が毎回見えるんですよ、もうそれが嫌で追いつけないみたいな。なんかでも小学校とかの運動会は同じぐらいのタイムの人たちでさ、うん、組まれない。やってた、やってました。うわ全然覚えてない。1組目何秒ぐらいの人みたいな、やばい記憶が昔すぎてそんな変わんないのに言うなちゃんと一個しか変わんない。そう、中学校とかは徒競走全員じゃなかった気がする。おそうなんですね。そうですそうです。小学校はちょっと覚えてないけど、中学の時はあのねあれやったよ、障害物競走。楽しそう。パン食い競争みたいな感じです。あ、違いますか。パンはね、なかったんだけど、あ、そうなんですね、網くぐって、朝袋で、朝袋、はい、なんだっけ、なんかハードルを超えて、最後、飴みたいな。飴あるじゃん。はい、あります。飴探し。え、飴探し。終わりみたいな。そうなんですね。そうそうそう、バラエティ番組みたい。そう、あったあった。え、顔が白くなるんですか。顔白くなる。借り物もあったんじゃないかな。借り物めっちゃ楽しそうです。やったことないです。なんかさ、それこそもう多分あれだよね、組体操ない人じゃない。ないです。組体操まだあってきり。あ、そうなんですね。小学校ですか。うん、小6、多分ここまでじゃなかったっけ。次の年なんか事故でもう組体操はやめましょうみたいな感じになっ、やった、もともとなかった。保育園の時にやりました。保育園か小学校の時はやってないです多分。いや本当にね、70人ピラミッドみたいな。7段ピラミッドか、そうみたいな、確かすんごい高いの。上の人やばい。 10メートル、どんぐらいあったか忘れちゃった。どうやって乗ってるんですか。脚立ですか。うんうん、あのみんなの背中一個ずつ乗ってくの。あー、そうすごい。怖い。うん、3期で1回やりましたピラミッド、公演中の合間にやって、えっ、あそこでプライベートで、プライベートでやばすぎやろうやろうみたいな感じで足り10人とか、あ10人じゃなかったんですけど、321でやったのかな。確かそうです。あ、321の6人バージョン。そうです。もう平べったいやつね。はい、あ、私やったらもうあのこういうやつだから、あのえガチのやつ、すごい、めっちゃね、そう人数が多かったから、うん、すごかった。あと10人タワーとか、なんか下3人、うん、下3人でこうやって組んでエンジンして、はい、その上に2人乗って、その上に1人乗るみたいな。あ、もう丸いやつですか。円柱状態みたいな。そう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 。それやったりしましたね。へえ。楽しそうですね。でもなんかそう。あと土台。土台。私もめっちゃ土台。土台。土台が一番いい。なんか。あとそのめっちゃ1列になって、1列になって2列目3列目もあった。
って外の人はこれこの手つないでさ扇みたいなやつ、あそれもやってましたよ、やりました、3人で、あとサボテンね、サボテンだよねあれね、足ここに乗せるやつ、そういう名前なんですかあれ、サボテンか、なんか名前は聞いたことあります、違ったっけ、ごめんなさい、私もちょっともう昔の記憶ほじくり出してるから、うん、そうサボテンじゃないか、ちょっと忘れちゃった、うん、失礼、本当にポキは絶対の台じゃない、失礼失礼私だって一番上こうやって乗るかもしれない、ね、でもしっかりしてそうだもんね、こうやって動かない、強固として動かない、そうなんですよ、力強さがある、一番下誰だった、ルア下だった、春ルア、ユナだった、ね、一番上誰だっけなっちゃん、なつき、うわっぽいわ、本当はリリカだったんですか、リリカが無理ってなって、なっちゃんちょっと乗ってって通りすがりのなっちゃんって呼んでなつきちゃんが下の想像つかないもんね、折れそう、なんか折れそう、ペタン、南川なんてもっちゃんが2段目だったんですけど、うん、ぐるぐるってなってんのを片手で押さえてすごい強え、ドライすぎと思って、バスケディフェンスの人ディフェンス、うん、そうね、守りの人だったのか、うん、すごい、もう40分だ、終わる、そうですね、なんだかんだ結構40分間配信してるもんね、うん、私たちはもう頑張った人たちだった、はい、テンションが戻りました、よいしょ、壇上読みをしてもいいですか、はい、私たちの知ってますか、はい、なんか一回ね、ポンポンポンみたいな感じですよね、じゃあどうぞ、はい、13位小型の大型市、おっしか、ひさきさん、すいません、そうそう、まこいもさん、ありがとうございます、12位哲夫市、むつきさん、新潟和さん、ありがとうございます、11位しゅうちゃん市、さとしおさん、かじぽんさん、ありがとうございます、10位かきひこし、しんいちさん、片山さん、ありがとうございます、9位よちくんし、よういちくんさん、ひよりげたさん、ありがとうございます、8位ぽんぽんし、たむひろさん、あべべぽきさん、ありがとうございます、7位なゆげし、ベロさん、突破きゅうさん、ありがとうございます、6位こがわまんし、突破きゅうさん、みみねぱぱさん、ありがとうございます、5位アイスラースマイルし、とうこさん、キットのエライン、サンサンサンデーさん、ありがとうございます、4位ピンメガネし、ひよりげたさん、ゆうきさん、ありがとうございます、3位おじゃし、みーさん、ひろいちさん、ありがとうございます、2位あきふみし、よっとさん、はまっぴさん、ありがとうございます、1位りゅうし、埼玉高校屋さん、村上から帰ってきたあきふみさん、ありがとうございます、し慣れなさすぎる、すいません、いつもさ全然あの3聞いて次の人の名前を呼ぶみたいな耳の何サイクルができてるから、はい、C に反応できなくて面白いなんとか3なんとか33って聞いた瞬間に次の名前を言う準備をしてるんだけど、 C 面白い、いつかやってるのそれ、本当に初期です、ずっとそっかルアシーって呼ばれてたの、ルアシーって名前あだ名がついてからもうすぐ C って呼ぶようになって、でもこういう時はいつも3って呼んでたんですけど、でも、うん、すいません、あのついしって言ってしまう全然出してこそ今後、はい、みんな一回みんな毎回突っ込んで、うん、面白くなる、そうですね、ゆっくり休みましょう、ありがとうございました、お邪魔しました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ピピッつっちゃった、背でけがじゃあね、バイバーイ、バイバーイ、おやすみ村、バイバーイ、もう今日は配信しません、うん、寝よう、はい、おやすみ、お願いします、バイバイ、ごきげんよう。